突破に行きて、リリンの片隅、いい気になるな。あの熱い戦いがよみがえる、ドラゴンボール Z エクストリーム武闘伝。本格対戦アクションが任天堂 3DS でついに登場。頼みます、スーパーファイティングポー。いやいや、遊びは終わりだ。汚ねえ花火だ。これがスーパーサイヤ人だ。プレイアブルキャラは20キャラ以上。リーチ、スピードともに使いやすい孫悟空、素早さ、トリッキーな動きでバトルを有利に進めるベジータなど、おなじみのキャラクターが多数参戦。各キャラクターの持つ個性が勝敗を左右する。爽快なコンボを決めて空中戦へ。自分の得意な舞台でバトルに挑もう。気を止めて必殺技を叩き込み勝利をつかめ。なんだこれは。願いは叶えてやる。シェンロンがバトルに参戦。 Z アシストキャラクターが様々な能力でサポート。あんなキャラからこんなキャラまで予測不能のバトルが展開。各キャラクターがそれぞれ持つコストを組み合わせて自分だけのチームを作ろう。うまく組み合わせれば最大5人のチーム編成が可能に。君だけの最強チームで乱戦バトルを戦い抜け。宿命の家族対決、アクア絶対許さない、このやつやっつけちゃえ。最強の種族対決、頑張って。驚異の戦闘集団対決、負けちゃダメだ。グラースデニューを達成対決、究極の親と子対決、これより目指すな。夢のパフパフ対決、行くわよ。そんなもんじゃないはずだ。父さん、トランクス、邪魔をするな。お手合わせの魔王。セルさん、どうぞ柔らかに。大人になった僕なの？子供の頃の僕か。懐かしいな。すべてのドラゴンボールファンに送る究極の 2D 対戦アクションがついに誕生。めちゃめちゃにしてやるぜ。銀河最強を決める戦い、ここに極まる。任天堂 3DS ドラゴンボール Z エクストリーム武闘伝、6月11日発売。